高橋久子は、福岡県北九州市出身の労働省官僚。最高裁判所判事。以海君等は、十三味君一等随法省受賞。文字高等女学校卒業後に、東京大学経済学部に進学。卒業後の1953年に労働省入省。内閣審議官、労働省婦人少年局長を歴任し、1982年に退官。 婦人少年協会会長、アジア女性交流、研究フォーラム理事長、21世紀職業財団会長を務めた後、1994年2月9日に、女性としては初めて最高裁判所判事に任命される。当時の内閣は3人の女性閣僚がいた、細川内閣であり、細川森弘は、大きなプレゼントとコメントした。2000年、君一等随法賞受賞。 1997年9月20日、最高裁判事を、定年退官。2013年12月21日、86歳で、死去。信十三位。最高裁人事で、女性重視 PR リーダー婚で、細川首相、読売新聞1994年1月14日、長官。2000年春の叙勲、受賞者総数は4607人。 読売新聞2000年4月29日長官、女性初の最高裁判事が死去、高橋久子氏、共同通信四47ニュース、オリジナルの2013年12月25日時点におけるアーカイブ、 https://web.archive.org/.web/.2013122524732/.http://www.47news.jp/.cn/.201312/.cn2013122401002926.html201 ねんぷつかつここのかえつらんありがとうございます。